第五寺の清滝宮本殿と、桜、第五の花、第五の花見とは、慶長三年三月十五日、豊臣秀吉が、その裁判年に、京都の第五寺見本院裏の山麓において催した花見の縁。豊臣秀より、北万所、淀度殿ら近親の者をはじめとして、初代名からその配下の女房女中州、約千三百人を召し従いた盛大な催しで、 九州平定直後に催された北の王茶の湯と、双壁をなす秀吉一世一代の催し物として知られる。記録に残る、その日の越しの順は、一番目に、北万所、二番目に、西の丸殿、三番目に、松の丸殿、四番目に、三の丸殿、五番目に、加賀殿、その後に、側室ではない前田としえ正室、松が続いた。宴会の席では、 性質である北満所の次に酒を受けるのを、淀殿と松の丸殿が争い、北満所とは家族ぐるみの長い付き合いの松が、年の順から言えばこの私。と、申し出てその場をうまく取り収めたという話が伝わっている。諸大名は、伏見城から第五寺までの沿道の警備や、会場に設営された八番の茶屋の路地茶屋の運営などには当たったが、 花見に招かれたのは女性ばかりで、秀吉、秀頼の他には、唯一、前田利家の名が見えるのみである。この花見で読まれた和歌の短冊は、今も、第五花見短冊帳,帳として、見本院に保管されている。応仁文明の乱の後荒れ果てていた、第五条復興した中高の祖、第八十代雑である義縁は、秀吉の家を得て、良好な関係を築いていたが、 秀吉の最後が近いことを感じ取り、一代の華麗な英雄の最後にふさわしい大舞台をしつらえるために、あちこちにそれとなく手配をしてこの醍醐の花見を実現させたとも言う。秀吉はこの約5ヶ月後に没した。醍醐寺では、現在でもこれにちなんで、毎年4月の第二日曜日に、豊か対抗花見行列を催している。ありがとうございます。